レオナ寮長、こいつら人の縄張りに土足で上がり込んだんだすよ。ちょっと痛い目見せてやりましょうよ。あれ、君たち食堂で会った人たちじゃないっすか。あ、お前デラックスメンチカツさんだ。ちょっとちょっと、人の名前を勝手にうまそうにしないでほしいっす。俺にはラギーブッチっていう男らしい名前がついてんすから。ああ、よく見ればお前植物園でこの俺の尻尾を踏んづけた草食動物じゃねえか。なに、レオナ寮長の尻尾を？許せねえな。レオナさんが植物園の管理人？確かに自分の巣みたいにくつろいでるけどさ。レオナさん、ラギーさん、やっちまいましょうや。ワンワン騒ぐんじゃねえよバカど。暴力沙汰なんか起こしてマジフト大会出場停止にでもなったらどうする。縄張りを荒らしたやつを見逃すんですか。食い手がありそうな獲物なのに。誰も見逃すとは言ってねえ。ここは穏便にマジカルシフトで可愛がってやろうぜ。マジフトで？試合中ならどれだけ魔法を使っても高速違反にはならねえからな。レオナさんってば意地悪っすね。こんな弱そうな奴らワンゲームと持たないっすよ。まあまあまあ、そこまで言われちゃ引き下がれねえんだぞ。はあ、断って帰れる雰囲気でもないな。おーし、一丁やってやろうじゃん。ケイト先輩、選手選びの件忘れないでよね。マジで？ったくしょうがないな。監督生ちゃんは安全なところで見てて。相手チームの動きをよく見て俺たちに教えてね。なんて隙のないフォーメーションだ。はあ、レオナ君、昔から天才司令塔って言われてただけあるね。ちょっとこのメンツじゃ太刀打ちできねえわ。ほらどうした、もう終わりか。さっきの威勢の良さはどうしたんすか。ほら盾よ草食動物ども、もうワンゲームといこうぜ。何してんすか、あんたら。ああ、縄張りに踏み込んだ奴らとちょっと遊んでやってるだけだろ。初心者をいたぶって何が楽しいんすか。なーに、
ジャック君、正義のヒーローみたいでかっこいいっすね。俺はただみっともなくて見てられねえって言ってるだけっす。しらけることないぜ。おいジャック、てめえ一年のくせに生意気だぞ。あんたらこそ上級生のやることじゃないんじゃないっすか。なんだと、お前もやられたいんかよ。一年坊、威勢が良くて結構なことだ。まあいい、もう飽きた。お前らを相手にしたって何の意味もない。行くぞラギー。っす。てめえら、今度勝手に縄張りに入ったらただじゃおかねえからな。格好悪いとこ見られちゃったね。ジャックだったな。助かった。別に、お前らを助けたわけじゃない。ああ、めっちゃ泥だらけ。今日のところは寮に戻ろうぜ。俺様も腹が減ったんだぞ。んじゃ、ジャック君、俺たち帰るけど、怪我には気をつけるんだよ。お前らに心配される筋合いねえっつってんだろ。さっさと帰れ。